みなさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私たちは美咲田高校吹奏楽部です。今日はお集まりいただきありがとうございます。今日は美咲音楽隊の皆さんと演奏します。短い時間ですが楽しんで聴いてください。はい、成長していく姿を爽やかに描き、すがすがしい感動を呼び、日本中にシンクロブームを巻き起こしたウォーターボーイズシリーズ、そのドラマ版のオープニング等で使われたメインテーマ、シンクロバンバイエを吹奏楽で演奏します。特徴的なメロディーが流れます。聴いてください。どうぞ。
送りする曲は FF メインテーマです。この曲はゲームファイナルファンタジーのテーマ曲で、オーケストラでも演奏されています。 FF の世界観が組み込まれており、壮大さを感じられるところが見どころです。それではお聴きください。続いてお送りする曲は栄光の架け橋です。この曲は自然と全身で背中を押してくれるような前向きな曲です。この曲ではいろいろな楽器のソロがあります。いつどこでどの楽器がソロを吹くのか楽しみながら聴いてください。
続いてお送りする曲は2019年に紅白歌合戦に出場したオフィシャルヒゲダンリズムというバンドのメドレーです。ゆっくりな曲から思わずリズムに乗ってしまう曲まであります。楽しんで聴いてください。聴いてください。どうぞ。
最後に今日はありがとうございました。最後にお送りする曲はカイトです。この曲は嵐に歌われており、応援歌としてもよく使われています。また今年行われたオリンピックでもよく流れていました。それではお聴きください。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。アンコール？いや、本当にアンコールを準備してないですけど、どの曲がいいですか？群青。最初、途中から来た人いるんで、じゃあ最初の曲、じゃあ群青もう一回。ありがとうございます。そう、郡上にちなんで群青って曲を選びました。はい。今度こそ本当にありがとうございました。ありがとうございました。